全員カンスト経験者ですね。カカカカカンスト。ちなみに私はマックスで200ぐらいだった気がします。絶対この場にいちゃいけないだろ。さて最初の武器はロングラですね。ロングラですね。ロングラですね。ということで前回の動画でフォトブラのことをロンブラと言ってしまって、コメント欄でたくさんの人をブチギレさせる案件が起こりました。普段からフォトブラとロンブラのことをよく間違えていて、バトルなら編集中にスペシャルで判別して気がつけるんですが、言い訳をするとサモランという慣れない編集に手を出した結果、こんなにも不快にさせた人を生んでしまい大変申し訳ありませんでした。気が緩んで適当な動画作ってんじゃねえよというコメントだと思って受け止めますので、改めて気を引き締め、このようなことの起こらないように努めようと思います。真面目な話してるところ悪いんだけどさ、お前何してんの。誰だってミスぐらいするだろ。おのー、初見さんを一撃で絶対させるのやめて。っていうかそんなにこのステージ好きなの。いや別に普通ぐらいかな。じゃあさっきのリアクションなんだったんだよ。皆さんおいっす。おろうの評価高いけどやっぱりこのステージは好きだわ。おろうの評価高いってね。君顔で寒いこと言ってんじゃねえよ。寒そうなところで寒いこと言いたくなったマリサだぜ。やっぱろう、実は昨日の動画なんですが、すっかり挨拶するのを忘れておりました。じゃあ2回やっとく。それはならねえだろ。いつもと違うことするといつもできてること途端にできなくなる霊夢よ。よし、それじゃあ、なんでここいるの。バレ当てすぎだろ、ふざけんな。すげえ、お風呂って使いこなすと壁裏とかも平気で倒せるのか。うわ、この人サーマルつけてるじゃん。それで壁裏入ったの分かったのか。結局お風呂にサーマルって専用に練習した人がつけるもんであって、つけたらハイ強いっていうギアじゃないこと分かったからね。実際につけて戦ってみたところはこちらの動画からどうぞ。いや、お前の風呂で怖がりすぎてるのが一番の問題点だからな。さてそれにしても初動の取り合いは完全に負けちまったな。ケルビン倒しておきますか。こりゃもう引退も近いな。一回ミスっただけなのに、確かにマリサの動画見てるとほぼほぼ当ててる気しかしないけど、冷静に考えたらこんなに当ててる方がおかしい気がしてきた。というかお風呂に痛い目にあったのにそんな近づくのね。大丈夫だ、私には必殺技がある。優勝だけと思われがちだが私は新たな技を習得した。その名も初級版。ただ下手なだけ。ウルショはずっと使ってて慣れましたが、中盤はいつまで経っても慣れる気配がないですわ。いやまあ扱いが簡単だとは言わないけど、思いっきり壁に貼り付けるのはギャグだろ。ギャグじゃなくて真剣だわ。じゃあもっと問題だよ。でおい、もう気がついたらカウント30じゃねえか。これもう強引にでも取り返さないと負けるから入らないとダメだ。お風呂のエリア内って閉鎖的だから中に入るの超怖いのよね。特に敵にお風呂いるし狭いところ行くのはリスク高そうね。もうリスク取らねえと勝ち目がない。どうせここで行かなきゃ負けるんだ。強引に塗り返してやる。同じ武器ならサイドつけば勝てる。そして上にいるお風呂、さっきの神エイムのお礼してやるぜ。残りカウント12までの1ストップだったけどなんとか奪還に成功。ただカウントも削られてるからここからはかなりしんどそうね。そんな時に役立つのが今回のギアでございますよ。怖いな、勝って勝って。一人何役やるんだよ。まあ真面目に紹介するとこれはエリア専用で使ってるギアで、イカ速つってる分機動力が下がってるから要注意だけど、その分ラスパでのインク効率の爆増とスペゾーンによる圧倒的回転率、今はこれが強いと思っててエリアだとかなり安定してるかな。今もうラスパは最大効果出てるし、この獅子のインク効率は半端じゃないぜ。つうわけでどんどん蹴散らしていくぜ。上からバシャってるお風呂撃破。サメの突撃に合わせて一緒に攻める。スライドの読み合い完全に負けたけどやってくれてた。ガバった私が言えたことじゃないけど、これが一緒に攻めていくことの強みってわけですな。一旦エリアを取られたせいでペナルティの返済から再開。ウルショ溜まってるから真正面から行くぜ。手がれてるわ。ナモンぶっ壊して叩き潰す。パワープレイすぎる。正面は抑えたからあとはサイド。味方が速攻で気がついて対処してくれてるわね。左に固まってるのは分かったけどちょっと手が出せないから、鉄砲に吸盤投げて牽制という改革でもしておくか。できればここでの潜伏が通せちゃうと結構でかいんだけど、この局者結構惜しい気がしたんだが、ホスト先手取られちゃったしおとなしく帰りますか。相変わらずっとうるさいな。ウルショの起動音、ウルショだけならここにいればいいだけなんだけど、ちょっとトーピードに来られると面倒でしかないな。だんだん敵のラインが上がってきたわね。ウルショももうちょいで溜まるからそれで追い返せれば。相手はここでナイス玉展開。エリア内に投げ込んでるからカウントは止まりそうね。ただその後濡れる奴がいないからペナルティはつけさせないぜ。お風呂決死の塗りには勝てないからな。焦ってきてももう遅い。環境スペシャルウルトライカク相手に来れるもんなら来てみろ。カウントリード、人数的に無理勝負してればこのままいける。相打ちでもいいから持っていってやる。さすがのモニジでも一人では取り返せずに終了。いやー強いねラスパって。本当にこれでも弱体化されたの？ずっと使ってる私から言わせてもらうと、何が変わったのかよくわかんない。なるほど、変わってないんだな。それではラスパとはお別れしまして、2戦目やっていくぜ。ルールは変わってガチあさり、ステージはゴンズイチくね。
最近どんどん意味わかんなくなってきた。というわけで後半戦はラスパないけど普通にやっていきますか。何がというわけでなのかわからんけど、まあ頑張ってはほしいわね。アサリにラスパっていうのもなかなか噛み合わせ悪いし、全ルールと全武器で同じギアにしてるやつには言う資格ないだろ。だって変えるのめんどくさいんだもん。そう言って半年以上全武器で同じギアを使っているのである。じゃあラスパに関してはそっちの方が断然詳しいじゃねえか。前の試合の終わりにも言ったけど、マジで本当に弱くなったのかどうか全く差が分かってないわ。この差が感覚でわかる人っているのかなってぐらいわからないわ。私の使ってる武器先がメイン効率が壊滅みたいなやつだから、メイン効率がそもそも乗りやすいがゆえに、サブギア 0.2 個分じゃ大した差になってないってことだと思うわ。だからってこれ以上弱体化してもいいって話でもないですけど、エリアでしか使わんからわからんけど、単純な塗り合い勝負以上に成果がありそうな感じはするな。それはそうとして、1分足らずでラスパの発動圏内に入ったんですけど、つけてきた方が良かったかもしれない。まあまあひとまず敵は全員追い返せそうだから逆転していきますよ。ひとまずは塗り広げついでにウルショ貯めていこうかな。実は見失ってて怖かった青スパの位置が確認できてよかった。もうそろそろさっき倒した鉄滝も戻ってきそうね。なるほど、ということはハイドラが戻ってくるということなので、後衛絶対倒す委員会の出番ですね。マジで容赦なさすぎる。っていうかスピナー系には歩いて避けられるって言ってなかったっけ。いやな、ザミナーが追加されてドリンク状態のザミナーが増えただろ。それを一生懸命相手してたら普通のスピナーぐらいなら偏差で貫けるようになりました。そんなアプデ情報みたいに言われましても、めっちゃ敵倒していい状況なのにアサリがなくて攻めあぐねております。カウンターアサリこそあるけど持ってくるのは至難の技よね。と思ったら近場でサジッと作って突っ込んでくれた。あいや嬉しいんだけどどうしよう、敵二人に見られてるからもう特攻するしかねえわ。お、削ってた分のおかげかハイドラが倒せたわ。打ち合いになってるみたいだけどアサリがないからな。串が入れてくれてるけどトラストも帰ってきてるしこの攻めは終わりかな。っていうことをマップ見て判断してるんだと思いました。分超絶冷たいこと言うわね。メモリーだとマップ開いてる様子とか全く見れないからね。時々マップウルショとかやるんだけどね、たまにある何が見えてるんだよっていうウルショはそういうことだったのか。メモリー中にもマップは開けるけどメモリー専用の視点になっちゃっててなかなか見づらいっていうのもあるからね。スクネオが落ちて敵は3人、目の前に2人以上いる気がするんだが、串が木を引いてくれる間に後ろからウルショだぜ。うわぁこれはエグい。もちろんハイドラも逃さん。こっちの方がやってることエグかったわ。全落ちさせたからこれは一気に詰めるチャンスだぜ。ガキアサリを2個一気にぶち込んで逆転だぜ。さてここからどこまでいけるか。私の前線張り付け9番ゴム貼り付け能力見せてやるぜ。テクニックみたいな言い方すんな。なんやかんや残り30まで来たけどまあそのくらいで今回の攻めは終わりかな。さすがに飛んでくるのカウンター持ってきちゃったんですか。ああこれはしょうがない。ボイチャしてるわけでもないから戦況がわかりにくいからね。無理やりハイドラ砕いたけどさすがにもう無理だ。ガキアサリ無理くりぶち込んでやろうと思ったがまあ無理ですよね。ワイプアウトで攻撃から変わって守りの展開。カウンターアサリ合わせてガキアサリ2つあるから油断はできなさそうね。一応ガキアサリ2個までは許容できるカウントだから一つでも潰しておけばだいぶ楽できるかも。あれそのガキアサリ捨てちゃってよかったの。私には当然気がついてないよな。こういうので全部ぶっ壊されるとかあるから抑えられてよかったぜ。予定通りガキアサリを一つ無効か。ただもう一つ追加で作られちゃったわね。うわなんでそこに投げたのかと思ったら死がいるのかよ。ウルショはまあ避けられるから別にいいとして、あの距離普通に反応して避けられるのか。でも手追いの状態じゃさすがに私には無理だ。ガキアサリを決められて相手のチャンスタイム到来。カウンターアサリ拾って飛んでくるとかされるとちょっとまずいな。お、でもハイドラやってくれたのはめちゃくちゃでかいぞ。アサリを入れるだけなら逆転は多分無理だから落ち着いてて大丈夫。それより大事なのはこっちがもう倒されないようにすること。一人撃破して残ってる前線は青スパだけっぽいわね。じゃあ私はそんなに使おいしなくてもいいかな。倒してくれたからこれで相手の攻撃時間は終わりね。味方がすごい前に出てるんだけどこれって普通にカウンターチャンスでは。串とトラストがアサリ持ったまま敵陣向かっていってるわ。合わせればガチアサリなんぞいくらでもできるからこのまま攻める。この隙にカウンターアサリをって思ったがゴール決まってるならこの3個入れるしかねえ。串のサイドついて倒した後3つは入れられるがあと2つどうにか。敵も戻してきてるから近づくのはかなりしんどそうね。うん、近寄れるもんなら近寄ってみろ。その代わりウルショの餌食になるがな。終了。今日はウルショよりも9番が輝いている回でしたね。いや下手くそだっただけだろ。あの張り付き現象がいつまでも慣れないっていう話でした。ラスパの話をしてた気がするけどすり替わってたところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるからまた遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな。よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。